紹介ありがとうございました。エネルギー理工学研究所の宮内と、言います。本日はですね、ナノスケール物質科学と未来のエネルギーと、まあ、いうタイトルで、お話しさせていただこうと思います。よろしくお願いします。まず私ちょっとだけ、じゃあ最初に自己紹介をさせていただこうと思います。現在の専門校、物性工学と紹介いただきました。これはまあ、物質の科学と、まあ、その応用と捉えていただいたらいいと思います。はい。で、研究の目標なんですけれども、このナノスケール量子物質、なんだかわからないですよね。わからないと思うんですけれども、まあ、とにかく、なんかすごい物質があると。で、そこには未解明の謎がたくさんあります。で、これをですね、徹底的に解明して、マクロな工学のイノベーションに、いつの日かつなげていくと、まあそういうところを目指しながら一歩一歩進んでいるというのが、現状ですけれども、はい。それが研究の大目標です。で、今日は高校生の皆さんがたくさん聞いていただいているということなので、非常にわかりやすく、このナノとかですね、まあ量子とか、わかんないですよね。だからそういうのをですね、一つ一つ、紹介していこうと思います。今日、用意させていただいた話題、この二つになりますけれども、ナノスケール物質科学、特にナノ炭素物質を中心に、炭素に関するですね、ナノスケール物質の話をさせていただきます。で、まあ、ただですね、ここで、例えば写真とか、数式とか見せててもあんまり面白くないと思いますので、実際のですね、研究実例の、まあ、動画なんかもちょっと用意したりして、レストラン風に添えてとか書いてありますけれども、ちょっと楽しみにしてください。で、最後にですね、このナノ物質科学って私たちが、じゃあどういう未来を目指しているのか、まあ、そういったことについて、最後、触れて終わりたいと思ってます。はい。じゃあ最初のトピックですけれども、まずわからない、単語、ナノってありますね。ナノってこれ10億分の1っていうのを意味する、言葉なんですけれども、皆さんもしかしたらこう、例えば iPhone の SIM カードを入れるときにこれナノ SIM って書いてあって、マイクロ SIM よりちょっと小さいですよね、みたいのを見たことあると思うんですけれども、あれ間違ってますよね。ナノって10億分の1です。ナノ SIM って10億分の1ぐらいの大きさじゃなかったです。10億分の1ってどのぐらいかっていうと、地球の直径がですね、例えば 1.3 万キロメートルぐらいなんですけれども、これに対して10億分の1すると、だいたいこれ角砂糖ぐらいになるんですね。いや、そんなに SIM カードちっちゃくなってないです。だからこう、ナノ SIM というわけ、あそこのナノっていうのはあくまでこう小さいって意味をですね、なんとか感覚的に表してるだけなんですけど、本当はこんなにスケールが違う。だから、ナノメートルって言って、1メートルってね、このぐらいですけれども、これを10億分の1したらもう、ちょっと表せないぐらい、とてつもなく微小な世界、なわけですね。で、この世界のお話をしようということです。で、また炭素の話っていうことなんで、炭素のこともちょっと触れておきましょう。身近な炭素の結晶、高校生とかでしたら、毎日使ってる鉛筆、もう、毎日これ見たくないですっていう人もですね、いるかもしれないし、まあこの匂いが好きで勉強いっぱいしてますって人もいるかもしれませんけど、鉛筆の中にはですね、グラファイト、黒鉛っていうものがたくさん含まれていて、で、これは皆さんご存知の通り黒い物質ですね。で、これ電気流してみるとわかるんですけど、電気よく通します。で、まあ、それよりももっとですね、実はこっちが身近ですっていう、方も結構いらっしゃるのかもしれないんですけども、ダイヤモンド。愛媛県ですと、入船哲夫先生が人工ダイヤモンドで非常に有名ですけれども、そういったこともありますので、またはですね、もう大富豪の方がいらっしゃって、家にはダイヤモンドがたくさんあるんで、こっちの方が、身近ですっていう方もいるかもしれませんけども。はい、こっちはですね、皆さんご存知の透明で、電気を全然通さない。硬い材料です。で、まあ、普通、こうやって同じ炭素でできてるのに、性質が違うときはですね、こう、原子の並び方は違う。これは科学で習いますよね。普通そうなんです。で、例えばこのグラファイトっていうのは、左側にあるようにですね、六角形に並んだ炭素のシート。これがですね、積み重なった形をしています。ちょっとカーソル出しますけど、こんな感じですね。で、一方で、まあ、ダイヤモンドっていうのは、こう炭素がですね、立体的にこう組み上がった形してて、めちゃくちゃ硬いですね。で、鉛筆の方は、こう、層が重なっているので、よく滑ってですね、こう剥がれていく。
だから紙にですね、鉛筆を書けるわけですね。もし鉛筆がダイヤモンドみたいなやつだったら書けないわけですけども。まあそうやっていろいろ違いがあって物質の違い、性質の違いが出てる。これは普通のことなんですけど、この左側にあった六角形の方にちょっと注目したいです。六角形ってこれ組み合わせるといろんな形が作れますよね。例えばまあ左のやつ、一番左六角タイル。まあこれは普通ですけれども、これをね、六角形の形を丸めたような竹かごみたいの、見たことあると思います。また、六角形の間にちょっと五角形入れてると、これサッカーボールみたいになります。はい。冊子の言い方なら分かったかもしれません。炭素でも同じことできちゃうんです。このグラファイト、ペリッと一個剥がすと、これね、グラフェンという、たったですね、原子一層分の厚みしかない材料ができます。これナノスケール物質の、代表的なものの一つです。はい。サッカーボールの形にしても、これフラーレンと呼ばれる。これも聞いたことある人多いんじゃないでしょうかね。化粧品に入ってたりも、することもありますけれども。それから、カーボンナノチューブっていう材料。今度は竹籠みたいにですね、こう、くるっと円筒のように丸めた材料です。まあ、こんなものを実在するんですね、実際に。炭素ってすごいユニークなんです。六角形の組み合わせで作れる形、原理的に、何でも作れる。それを実際に作れるかどうかは、それは、まだ、わからないですけれども、作れるものに関しては作れる。まあ、そういうことになってます。はい。でも、さっき、科学で、原子の並び方が違ったら性質が変わりますよねって話をしました。だから別に原子の並び方が変わってるわけじゃないんですね。六角形の形になってるだけで、ちょっとこう、くるって丸まってたりする。ね。だったら同じ性質なんですかっていうと、そうじゃないから面白い。ナノスケールなんですね。ナノスケールに例えば丸めてたり、してるんですけれども、まあ、そうするとこのナノの世界、すごく微小な世界ではですね、何が起こるかというと、これは量子力学の法則が支配する世界になります。何ですかそれはと。私たちのこの日常世界での経験とかっていうのはですね、実は、いや、例えばですね、ピッチャー、ボール投げました、バッター打ちました、ボール飛びましたみたいなですね。まあそういう、ボールの弾道とかそういうのはですね、ニュートン力学というので、まあ計算することができるんですけれども、いや、要は、そういう、私たちの日常経験はニュートン力学に基づいた経験なんですね。ところが、ものすごく小さな世界に行くと、まあ法則が違うんです。で、それは私たちの日常経験からは理解できない。もう直感的にはわからないんですね。不思議な現象が当たり前に起こる世界です。例えば、粒子だと思っていた電子が波のように振る舞ったりします。電子、高校で習うように、導線の中をこう通って電子がね、動いていくと電流が流れるんですけれども、粒々のような気がしてますよね。で、その粒々がですね、こう流れてるんだと思ってたら、これが波だと言い出すわけです。で、ナノの世界だと、その電子の波としての性質っていうのがですね、非常にあらわになってきます。それを理解して使いこなすための科学と技術。これがですね、ナノサイエンスとかナノテクノロジーと言われるものだと言っても過言ではありません。まあ、いろんな定義の仕方はあると思いますけれども、私はですね、ある一側面で言うと、まあ、それを、そういう定義を、がいいんじゃないかと考えています。というわけで、今日はですね、このナノサイエンスとかナノテクノロジーの話をしたいんですけれども、じゃあ今日話題にする物質に登場してもらいましょう。クイズ。このカラフルな物質は何っていうことで、ちょっとクイズを作ってみました。はい。まあ、言ってもですね、今日出てきた物質の中のどれかだろうっていうことはわかると思うんですね。だから3択にします。これ炭素だけでできてるんですけど、なんかカラフルですよね。で、1番じゃフラーレン。2番グラフェン。3番カーボンナノチューブ。これじゃあクイズにしてちょっと私もですね、会場のですね、方とか、まあ、オンラインの方とかでどのぐらい、どれかな、どれが正しいかと思ってるかちょっと聞いてみたいので、ちょっと手を挙げていただこうと思います。じゃあフラーレンだと思う人どのぐらいいらっしゃいますか？あまりない。じゃあグラフェン。結構いらっしゃいますね。もうグラフェンかもしれないですよ。じゃあカーボンナノチューブっていう方。どのぐらいいらっしゃいますか？グラフェンとカーボンナノチューブ結構同じぐらいです。答えはですね、
これはあの、カーボンナノチューブっていう材料です。さっき見たあの、これです。炭素のシート、グラフェンをですね、丸めた形。実はグラフェンは色がないんですけれども、カーボンナノチューブは色がついてる。これあの、炭素でできたナノスケールの円筒なんです。だから、直径はだいたい1ナノメートルとか、まあ、2ナノメートルとかですね、まあ、そのぐらいのオーダーなんですけど、ね、六角形の炭素の並びは同じでも黒くないんですよね。グラファイトと全く同じ色です。いやでも局所的に見たら六角形に並んでるだけなんですけども、まさにこれがですね、ナノサイズに巻かれたことによる量子効果。さっき言った電子が波としての性質をがあらわになった、そのために起こってる現象なんですね。ものすごくわかりやすく、あの、誤解を恐れずに言うと、炭素でできたですね、こうナノスケールの糸の断面をこんな風に表現しました。で、この上に波が、存在するとしたらどんな風になるでしょう。こんな感じにですね、一周してこう波のこう辻褄が合わないとですね、波が立たないですよね。まあそういうことが電子にも起こってですね、グラフェンとか、まあグラファイトの上にいる電子とはもう状況が異なってしまう。特に、電子のですね、波長がこう決まってくると、それは今度はエネルギーが決まってきて、カーボンナノチューブの中では電子のエネルギーがですね、ある特定の値、いくつかの特定の値しか持てないということが起きてきます。で、そうするとですね、それが巡り巡って光に関する性質に関わってきて、色が違って見える。なんで色が違うかというと、これは、巻き方、この円筒の巻き方がですね、ちょっと違う。まあ、それだけで色が違う。はい。このナノチューブ、発見されたのはですね、日本人の、飯島澄夫先生です。で、飯島先生も、かれこれ30年以上前ですけれども、フラーレンを作るですね、装置があって、そこにすすがいっぱいできるんですけれども、そのフラーレンがあんまり入ってない方のすすを興味によってですね、観測、電子顕微鏡で観測されたときに、ある種偶然ですね、このナノチューブというものを見つけたと。で、それで、その構造を電子顕微鏡で決めたんですね。まあそういう業績で非常に有名な先生ですけれども。このナノチューブ、普通の物質にはない特別な性質をたくさん持っていて、これまで、研究が盛んにされてきています。じゃあどんな性質を持ってるか。ものすごくたくさんあるんですね。なんで、ほんの一例だけご紹介しようと思うんですけども。例えば、巻き方。ね。六角形のこのシート、グラフェンのシートで、円筒を作ろうと思ったら、いろんな巻き方が可能ですけど、その巻き方によって光、例えば色とかね、変わってきて、まあ、わかると思うんですけど、光に関わる性質。それから電子的性質。これは電流が流れるとか、流れないとか、半導体ぐらいちょっと流れるとかですね。まあ、そういう性質をですね、変えることができる。だから、炭素だけでトランジスタ、LSA の中に入っているトランジスタを作ったり、光通信に使う、発光体を作ったりですね。まあそれはバイオにも使えるとか。まあそういった様々な応用が、これまで炭素でできなかったことができるようになってくるとか、それからこれも非常にまあ有名な話なんですけれども、軽いのにとっても、引っ張りに強い。どのぐらい強いかというと、原理的にはですね、宇宙エレベーターって言って、まあ、地球上からですね、宇宙までこう10万キロぐらい、ケーブルを張ってですね、で、それを伝って宇宙に行けばロケット使うよりもエネルギー消費が小さいですよね。まあそういう壮大な計画もあるんですけれども、まあそれを可能にする、まあ唯一の材料と考えられています。まあそれにですね、従来の物質ではありえない、すごく高い温度、例えば1000度とかですね、それを超えるような温度でも、量子力学的な効果が現れてきて、それを使うことができます。すごい高い温度ってやっぱりね、エネルギーの応用とかには必要になってくるんですけれども、まあそういったところでは普通はこういう量子効果ってなかなか使えないんですね。ところが、まあそれができるっていうのが、結構特徴的です。まあそんなこんなでですね、もしも人類がカーボンナノチューブを自在に使いこなせるようになれば、私が今そう言ってるってことはまだ自在に使いこなせてないということなんですけども。はい。従来の炭素材料ではできないこと、プラス他の材、どんな材料でもできないこともできるようになる可能性がある。だからですね、みんな頑張ってる。
で、まあ皆さんちょっとここで、じゃあこの物質どうやって作るのかなって思ったかもしれないので、まあそれをちょっとご紹介します。現在、いろんな作り方が提案されているんですけれども、今日はね、一つだけ、最も簡単な作り方を紹介しようと思います。高校生でも道具さえあればできる。この最も簡単な方法はですね、アルコール、つまりお酒の成分から作る方法です。はい。高校生は飲んだことないと思いますけども、大人の方々はですね、アルコールが大好きだと思いますけど、まさかこれがカーボナンチュになるとは思ってなかったかもしれません。作り方は結構ですね、簡単です。絵に描く分には簡単です。ですね。まあ、まずここにナノ微粒子を乗せた基板っていうのがあります。ここはね、金属の小さな超微粒子をですね、あるレシピに従って作ると作れるんですけれども、まあそこに、アルコールのガスを流してやります。ただ温度はですね、600度から1000度 C ぐらい、非常に高い温度が必要になるんですけれども、それでもうナノチューブが合成される。なんか自分にもできそうですよね。でも実際にこの方法すごくですね、ちゃんとしたナノチューブが作れるいい方法で、これは私がですね、ずっと昔に撮ったナノチューブの電子顕微鏡の写真なんですけど、まあ実際ですね、1ナノメートルより細いナノチューブがあるなっていうのがわかるんです。はい。で、この方法を紹介した理由はですね、20年前、実はですね、私この方法を大学の卒業研究で発見したんですね。で、まさにそれが、研究の世界にのめり込むきっかけになりました。高校生の方とかも、ね、いらっしゃると思うんで、まあこういう話面白いかなと思ってちょっと用意したんですけれども、この新しい合成法を見つけた経緯、ちょっと触れたいと思います。結構面白いんです。約20年前、壁が一層のカーボナノチューブだけをですね、作る方法を我々模索してました。壁が一層のものはですね、この単層カーボナノチューブって呼ばれてます。このカーボナノチューブいっぱい書くの大変なんで、CNT なんて書かせてください。この単層のやつは、最もカーボンナノチューブらしさが現れてくる、最も素晴らしい性能を持つナノチューブなんですけれども、なかなかですね、一層のものだけ作るの難しい。二層、三層、十層とかですね、もう太いのになってしまったりすると、まあだんだんカーボンファイバーっぽくなってきてしまう。で、当時試していた方法はですね、非常にシンプルで、そのナノ微粒子とフラーレン、さっき出てきましたね、これを混ぜてカプセルに閉じ込めて、加熱してやったらナノチューブ生えてくるんじゃないかと思って、もう何度も何度も実験しました。で、結果どうなったと思います？はい、できるのはすすばかりでございました。全く何もできない。で、実験もうまくいかないままですね、もう数ヶ月経ちまして、私もこれ卒業研究だったんで、ああ、もうこれは卒業論文、すすの写真ばっかりやる、論文になって、最後うまくいきませんでしたって報告しなきゃいけないなと思ってですね、もうがっかりだったんですけれども、まあそれでもやっぱ諦めたくないと。過去の実験ノートとですね、電子顕微鏡写真いっぱい撮ってたんで見返してたんですね。なんかヒントないかなと。そしたら、ある日の実験だけ、まあ、その当時あんまり気づいてなかったんですよ。CNT、カーボンナノチューブのようなものが、ちょっとあまり質のいいもんじゃなかったんですけど、映ってたんですね。で、その日だけなんかいっぱい映ってるんですよ。どうしてこの日だけ他の人と違うものができたの？これがですね、すごく不思議に思ってですね、一緒に研究してた先輩とかとですね、まあ、議論したらですね、驚くべき事実が判明しました。なんとですね、その日だけナノ微粒子を混ぜるためのアルコールを乾燥させる時間が短かったって先輩の証言が。っていうのは、先輩がですね、ここの部分の担当だったんですね。で、宮地ごめんって言われて、あの時さ、後にちょっと予定詰まってたから、ちょっと待ちきれなくてカプセルに入れちゃったんだよって、そういうことをですね、おっしゃいましてですね。先輩、それじゃあこれ混入したアルコールもしかしたらカーボナチューブのいい原料になるんじゃないですかっていう話で、もう早速我々、まあ、先輩はこれ修士論文かかってたんですね。それで、もうですね、すぐにあれ合わせの部品組み合わせて装置を製作実験して、まあ、うまいことアルコールからですね、品質のいいカーボナチューブが、炭素のやつが、だけができる方法っていうのを見つけた。ここわずか数日間です。数ヶ月も全く何もできなくてですね。
もうダメかと思った時にできて、まあ、非常に嬉しかったんですけども。ただ、まあ、これはまあ、一つのね、ビギナーズラックだったんですけど、ここからですね、この論文がまあ、世に出てですね、それでまあ、学会とかでも発表して、で、しばらく経つとですね、みんなが、私たちのこの研究を足場にして、また別の研究をやっていくっていうのをですね、目にしたんですね。これがものすごく広がっていくんです。で、私たちには想像もつかないようないろんなことが分かってくる。まあ、これっていうのがですね、科学ってものすごく面白いなと私が思ったんですね。まあ、一人一人ができることっていうのは本当、ね、石垣に小さな石ころとかレンガのブロックみたいなのをこう、一個ずつ乗せていく作業なんですけど、他の人も隣にね、石乗せたりして、また別の人がそこに石乗せたりして、いつの間にか科学は発展してですね、すごく高い ところまで行くわけです。まあ、その一つの石垣をはめ込むという作業なんですね、私たちがやってるのは。というわけでですね、そこから20年間、まあ、今ではもうカーボンナノチューブ以外もたくさんやってるんですけれども、いろんな物質系扱ってますけれども、まあ、CNT に関してもまあ、たくさんいろいろやりましたっていう、スライドで読む必要は全くないんですけれども、まあ、今日はですね、そういういろんなやった話の中でも最近の話で、20年前にはですね、こんなことできるなんて思いもよらなかったけど、今はできるっていうことをですね、ちょっと動画とかで、ご紹介しようと思います。まあ、そういう実験のですね、実例です。今日ご紹介したいのは、一本のカーボンナノチューブを光で観測するっていう、ことなんですけれども、動画を撮ってます。まずですね、我々カーボンナノチューブ、我々の研究室で合成しています。はい、この方法、さっき言ったアルコールから作る方法ですね。20年経っても使われてるんで、実際いい方法だったってことなんですけれども。はい、今ここに900度ぐらいに加熱したですね、炉の中でアルコール流しています。で、もう3分クッキングすぐできますけど、ここにですね、チップの上にこうカーボンナノチューブが合成されています。で、我々のカーボンナノチューブの合成法はですね、こう、スリットがチップの上に開いていて、まあ、それを、今度一本一本そのスリットに橋渡しするように合成しています。で、今これ顕微鏡の中でですね、そのナノチューブを探しているところなんです。これは光光学顕微鏡なんですけど、自作の真空中でナノチューブを発見できる顕微鏡で、今、ここのスリットの間に光をこう当ててるんですね。で、今跳ね返ってる、カーボンナノチューブに光が跳ね返ってるんですよ。それを今度は、分光という方法で、白い光を当てて、で、跳ね返ってくる光の波長を見てるんですけれども、そうすると、ある特定の波長の光だけが跳ね返ってきてるっていうのが、このスペクトルというものになります。で、これ見にくいんですけれども、だいたい緑色ぐらいの光がね、今跳ね返ってきてるっていうのが分かってて、これがカーボンナノチューブの指紋のようになっていてですね、このスペクトルから今度我々は、このナノチューブの構造を知ることができます。で、この光学スペクトル自身も、量子交換によって、こういう非常に鋭いですね、光学応答、まあ、光に対する応答が見れるんですけれども、じゃあこうやって構造の決まったカーボンナノチューブを用意して、それで、じゃあいろんなですね、物質の性質を調べるっていうことを今度やります。例えば、これはですね、3年ぐらい前に、もういろんな分野の研究者が技術を持ち寄って、寄ってたかって持ち寄ってですね、ようやく、達成したですね、研究なんですけれども、巻き方の分かった、まあ、構造が決まったですね、カーボンナノチューブを実際に引っ張ってみるっていう試験をやりました。で、どんな構造のナノチューブ、ね、左上にこう巻き方、いろんな巻き方があるよって絵が書いてあるんだけど、どんな構造のナノチューブが強いのか、実は実験的にやれた人がいなかったですね。で、我々は非常に興味を持っていて、この巻き方の分かったカーボンナノチューブの引っ張り試験を電子顕微鏡の中でやる。まあそういうことを、世界で初めてできました。で、ここで分かったこと。はい。細かいデータなんかいいんですけども、巻き方と強度に相関があることっていうのが分かってきたんですね。どんな構造が強かったかっていうと、これです。はい。このね、アームチェアって書いてあるナノチューブの断面が肘掛けケースみたいになってる。これがね、すごく強かったんですね。で、このどの構造が最も強いのか判明したってことは非常に基礎的に重要で、これは史上最強の材料をこれから作っていくための、基礎になるわけです。なぜかというと、この構造をたくさん合成して、それでロープを作っていけば、原理上ですね、宇宙エレベーターにも耐えるような、すごく強い材料が作れるようになるはずだからです。ただできないこといっぱいあります。例えばこのアームチェアって形の構造だけを
大量に作ることがそもそもできない。まあそういうところも含めてですね、こういうナノ炭素の研究者っていうのは今も頑張っています。またもう一つ別の例を紹介したいんですけれども、今度はですね、これもちょっと身近な話に近いんですけど、カーボンナノチューブの熱放射っていうのを私たちですね調べてます。熱放射、物を温めるとねオレンジ色に光ったりしますよね。で、あのオレンジ色の光の中にいろんな波長の光が混ざってるんです。ところがカーボンナノチューブは違うんです。これカーボンナノチューブを1200度 C に加熱した時の、熱放射のスペクトルでなんかとってもピークが立ってますよね。で、これ波長の関数として強度って書いてあって、ここ見るとある波長のところの光しか出てない。つまり1200度 C の高温でもですね、波長が決まった熱放射っていうのがまあ出てくるわけです。こういうのを強帯域の放射なんて言いますけれども、こんな熱放射が出るっていうのはカーボンナノチューブの量子力学的な性質を反映してるんですね。だからこれ1200度 C でもカーボンナノチューブって量子力学の、性質がですね、あらわになっているということなんです。で、まあ難しいことはいいんですけども、カーボンナノチューブにはこのように熱をですね、波長の決まった光に変換する機能があるということが分かったということなんです。そこでですね、私たちは最近ですね、この機能を使って、まあ、太陽光とかですね、熱エネルギー、まあ、いろんな波長の光、いろんなエネルギーが混ざっている、まあ、エネルギーを、入力したら、一つの波長の光、一つのエネルギーに変換してくれるですね、まあ、そういう、素子を作ろうとしています。なんでそんなことをしようとしているのかというと、太陽電池なんかにですね、実は、一つの一番変換する効率がいい波長とか、光のエネルギーがあるんですね。まあ、そこに合わせて変換することで、エネルギーの変換効率をですね、飛躍的に高めることができる可能性があるからです。まあ、これはまあ一例なんですけれども、ナノ炭素科学ですね、このように新しいエネルギー技術を開拓するというようなところまで、まあ、開拓をし始めるというところまでようやくですね、まあ私たちもたどり着いてきているということになります。で、まあ最後に、ナノ物質科学で私たちが目指すですね、未来について、手短に、ちょっとお話しさせていただいて話を終わろうと思います。非常にですね、最近よく聞く言葉、脱炭素ってあると思います。これ脱炭素って、今炭素材料の話してて、脱炭素でもうナノチューブやめようって話じゃなくて、実はこの脱炭素っていう炭素は二酸化炭素のことなんですけど、二酸化炭素はですね、温暖化に、地球温暖化にですね、関連する、まあ、温室効果ガスとして、まあ、非常に有名ですね。で、CO2、人間がいろんな活動をすると出てくるわけですけれども、まあ、これを、このまま出し続けると地球がね、どんどん温まってしまって、で、やがて人が住めない場所とかがたくさんできてきてしまったりするから、まあ、もうそうならないように頑張らなくてはいけないということで、まあ、人類が出す CO2 を抑えて、まあ、森林が吸収するですね、CO2 と、まあ、人類起源の CO2 を、まあ、ちゃんとバランスさせると。まあ、これはカーボンニュートラルとして、まあ、知られている考えで、まあ、我々ですね、これに向けてやっていかなきゃいけない。で、じゃあ、私たちがですね、じゃあそういうナノ物質科学の観点から、これに対してどういうふうに貢献していけるかなと考えているかというところなんですけれども、私たちはですね、この CO2 の中にやはり炭素があるというのが非常に重要だと思っています。というのはですね、CO2、炭素からできて、炭素が入ってますので、これ適切ないくつかの方法で、太陽のエネルギーとかですね、他再生可能エネルギーとか、まあ、将来的には核融合のような方法で CO2 を出さないエネルギーでですね、を使って CO2 を、もう一度ですね、エネルギー資源に変換することができます。例えばアルコールなんかにですね、変換してそれを燃やして、もう、もともと CO2 が作ったものなので、大気中の CO2 は、増えませんよね。まあ、こういうゼロエミッションという考え方ありますけれども、まあ、他にもですね、化学製品に変換する、ポリカーボネートなんかにして使っていこうとかですね。まあ、そういうことが盛んに研究されています。で、私たちは、まあ、これにさらにですね、利用価値の高い炭素材料、今日紹介したカーボンナノチューブとかですね、まあ、グラフェンとかもそうですけれども、まあ、そうしたものに変換する。まあ、これもまた原子が同じなので原理的にできるんですけれども、これをやりたい。なぜなら、
そういう利用価値の高い炭素材料の中にはですね、太陽のエネルギーをもっと効率よく使うことができるためにですね、技術革新につながる、そういう材料があるんですね。よって、このループをですね、どんどんこう促進して回していくことになれば、ね、たくさん、カーボンナノチューブとかいろんな高付加価値の炭素材料を作って、これを様々な用途で、大量に活用することができるようになるはずです。そうすれば、私たちはですね、カーボン、CO2 をですね、もうどんどん大気中から減らしていくサイクルに入れるんじゃないか。このようなですね、ナノ炭素物質化学、ナノ物質化学で、炭素のこう秘められた力を引き出して、より多くの分野で活用していく。それによって炭素を固定化していこう。そういうですね、考えのもとに歩み始めています。というわけで本日のお話まとめさせていただきます。最初の部分、ナノスケール物質化学、ナノ炭素物質を中心にということで、ナノの世界についてお話しして、研究の実例としてナノチューブを使ったですね、光学実験とか、ヒッパー試験とか、熱放射の話とかさせていただきました。2番目のトピックとして、私たちがですね、どういう未来を目指しているのか、炭素の利用価値をより高めて、脱炭素社会につなげていきたい、そういうふうに考えているということをお話しさせていただきました。それでは時間になりますので、お話以上とさせていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。